本間春。セカンドカーナンバー13番ケーテックウィズピーターパン中瀬子みなり。3番手6番ティームグローバル藤川拓実。4番手14番スリーケーパー東修太。5番手2番プロリッサモータースポーツ森田心。6番手18番ティーム長尾ウィズ HRS ジャパン新原幸太郎。7番手9番ザ・スタッフ白川瀬奈。8番手23番ティームグローバル野々川翔太。9番手66番スクーデリア沖縄南條紗恵と。以上の9台です。ミニマックスクラス隊列が整ってきました。10周の予選ヒート今スタートです。本間いいスタートを切っていきました。2番手に藤川、3番手には森田がついていきたいが、3コーナーでどうなっていくか。2コーナーから3コーナー、立ち上がりトップは本間、2番手藤川変わりません。3番手には森田心なんとかキープ。4番手には東がつけているか。4番手には東です。5番手に新原幸太郎、その後ろからドロップをしてしまったのは中瀬小みなりですね。上位からスタートをしているんですが、中瀬小みなりの姿が上位陣にはありません。バックストレートエンドに5台まとめて入っていきました。その後ろ6番手に中瀬子、そしてトップは藤川拓実に入れ替わりました。最終コーナーからの立ち上がりです。オープニングラップ、3番手スタートの藤川トップで帰ってきます。2番手本間イン側に振る。2コーナーでの攻防戦、イン側とアウト側とサイドバイサイドで4番手5番手立ち上がってきます。森田心がこれで5番手にドロップ。一方新原が上がってきたということか。おー、ヘアピンのところ若干接触、森田がイン側コースアウトをしてしまいました。ヘアピンの手前、若干ちょっと焦ってしまったか森田。今再スタートを切っていきます。トップは藤川、2番手本間、3番手東というトップ3形成されました。少し離れて新原、5番手にこれで中瀬子、6番手に白川、少し離れまして野々川と南條というオーダーになっています。さあトップが入れ替わっていきます。本間春前に出てまいりました。ポールからスタートの本間、オープニングラップでちょっと出遅れましたがしっかりと戻していきます。3番手のスリーケーパー東も今ヘアピンのところでググッと肉薄するなどアグレッシブに攻めているのが分かります。さあそして4番手5番手争い、中瀬子が前に出てきて新原がインサイドから戻して、去年のカデットクラスを見ているようです。バックストレートエンド、ここは新原が前に出ていきました。最終戦の時に大絶叫したあの2人のバトルが今開幕戦でも4番手5番手争い、まあ、このメンバーにとっては4番手5番手のポジション不本意でしょうけどね。さあ1コーナーでは藤川がイン側に振ってトップに浮上です。2番手本間春、今度はどこで返していくか、ヘアピンでは様子を見ていきます。タコツボをトップで抜けていきます。ティームグローバルカーナンバー6番の藤川拓実、去年のこのクラスのランキング第3位です。ちなみにランキング第2位は森田心と大きく遅れてしまっていますが、きっと決勝では台数が台数ですのでね、追い上げてくれることでしょう。ホームストレート、これで4周終了。
インガーに本間春ストレートの伸びを生かしてきました。藤川以下全6台第一集団となった。トップ3変わらず、4番手に新原、5番手に中瀬子、その後ろに白川もいます。さあ2番手3番手入れ替わっていくか。東がヘアピンからの立ち上がり、前に出てきましてタコツボで入り口のところで2番手に浮上です。3番手藤川ちょっと苦しくなったか、後ろから新原が来ている。バックストレートエンド、イン側に振った。東の前に出ていきます。ライン的には3番手以降の方が非常にタイトなのでスピード的には乗ってきそうですが、東を抑えます。その分本間との間は開いてしまいました。さあ新原と中瀬子がそろそろ動きたい、そんな雰囲気見えています。2コーナーから3コーナーのところでは2番手3番手争い激化してきた。さあこのバトルどうクリアしていくか。ヘアピンのところでは中瀬小美奈飛び込んできた。新原の後ろ4番手、藤川は5番手にドロップです。タコツボで返していきたいが、ちょっとこれは難しかった。クロスを取られる。藤川5番手変わりません。むしろ6番手白川にも前に出られるかなというぐらい、ちょっとこれは苦しいか。バックストレートエンドなんとかキープはしています。トップは本間、最終コーナーから立ち上がってきます。2番手には東、3番手新原がイン側を狙っていく。2コーナー入っていきました。新原幸太郎、去年までの白いイメージから一新、レーシングスーツが黒になっています。新原幸太郎、その後ろから東立ち上がり、横に並んでいく。タコツボ入り口、東前に出ていく。さあこのバトルで前の本間を逃がしてしまわなければいいんですが、現在周回数は7周目、帰ってきますと残り3周。新原幸太郎バックストレートエンドでいく。2番手に浮上、新原最終コーナーから立ち上がってきます。ホームストレート1コーナーから2コーナーへ。トップは本間、2番手に新原、3番手東、4番手中瀬子、5番手に藤川、6番手に白川。一触即発です。気を抜くことはできません。去年はカデットクラスに出ていたメンバーも今シーズンはミニマックスに出ています。さあ東バックストレートエンドで入りたいが、これもダメ。最終コーナーから立ち上がってきます。小学校中学年から高学年の攻防戦ミニマックス、残り周回数は2周。さあ新原が本間を捉えます。2番手以降が競り合っている間に本間としては逃げておきたかったんですが、バトルをしながら追いついてきました。2番手以降ヘアピンのところ、東が若干イン側にマシンを振ったのでドキッとしましたが、その隙を中瀬子も狙っていくのですが、ここは無理。逆に藤川が飛び込んできました。タコツボ藤川4番手、中瀬子みなりはマテリアルを変えたでしょうか。やはりクラスが違うと動きが違うのか、バックストレートエンドで飛び込んできますが、去年までのようにこう手足のように操っているというよりは、なんかこう一回り大きな服を着ているような、それを頑張って着こなしているような、そんな、まあ、開幕戦らしい動きになっています。どのドライバーもそうでしょうね。やっぱりね、クラスを上げてきたドライバーっていうのはマシンにもエンジンにも慣れていく必要があります。開幕戦は全てが手探り状態でスタートをしていくわけですが、そこに加えて今日の朝路面が濡れているという、そういうコンディションでもありましたから、非常に難しい滑り出しとなっています。さあバトル行われています。これがファイナルラップ。トップ本間、これで楽になりました。2番手新原と3番手東の攻防戦、東がイン側入っていく。バックストレートエンド、新原が前、東が3番手、4番手に中瀬子、5番手に藤川、6番手に白川。さあこれでもうチェッカーを受けてきそう。最終コーナーから立ち上がってきます。
10歳から13歳までミニマックスクラス、トップでチェックを受けたのはタイムトライアルもトップでポールスタートでした、カーナンバー62番ワイズカーティングチーム本間春でした。本間春タイトライ予選そして決勝と行くんでしょうか。車検場に戻ってきたらその意気込みを聞かせていただきましょう。ちなみに埼玉出身の11歳ということでね、毎回遠征でこの中部地域まで来てくれています。なんか前去年とかね来始めた時にはもっと小柄な選手だったようなイメージがあるんですが、なんかだんだんやっぱり子供たちは見る間に大きくなっていきますよね。シーズン離れるのって本当 2,3 ヶ月ぐらいかなと思うんですけども、それだけでもちょっと雰囲気がね見違えていたりもします。さあ本間春どんなコメントを聞かせてくれるのか楽しみにいたしましょう。ダミーグリッドではジュニアマックスのドライバーがスタンバイをしています。それではミニマックスクラス予選見事トップでチェッカーを受けました本間春選手にお話を伺いたいと思います。こっちをおめでとうございます。ありがとうございます。なんか落ち着いた表情してるけれども緊張してた？はい緊張してたの。でもタイトラからタイムいいのが出てたけれども予選ではどうだった？結構よ、はい結構よかったんだよね。思ってたよりタイムが出て、はい、よかったです。そうか。それでは決勝に向けての意気込みを聞かせてください。決勝も1位のままでいきたいと思います。はい、ありがとうございました。本間春選手でした。ありがとうございます。続いてはジュニア